こんにちは、経済ナビ北海道ですここ2、3年、札幌で新築マンションの価格が大きく上がっています平均で4000万円を超え、一般の人が買うのは簡単ではなくなってきましたなぜ高いのか、そしてこれからどうなるのかを探りました札幌で古くから人気の地域、丸山丸山 そこから地下鉄で一駅8 0 0メートルほど北に進んだ西28丁目駅の周辺に来てみるとモデルルーム公開の垂れ幕がさらに、ここでも角を曲がると建設中のマンションがありその先でもマンションの工事が進んでいます。 他にも予定地はあり半径300メートルほどに5つの新築マンションがひしめきます激戦だからといって札幌のマンションが安くなっているわけではありません実態はむしろ逆いわゆるサラリーマンの方が買えない値段なんですよ今ちょっと異常なんじゃないかなっていう雰囲気は新築マンションの平均価格はついに4000万円を突破 バブル期を超えました。一方で激戦とは言っても札幌市内の新築マンションは増えてはいません。この40年の最低水準で一線0 0をようやく上回る程度。ただほぼ半分が中央区に集中しているのです。まあ中央区自体がえっとちっちゃい。 小ぶりのワン L. D. K. とか、そういうイメージの物件があって。ファミリータイプの三 L. D. K. はだいたいちょっと中郊外かなっていうイメージだったんですけど。今日十何年ぶりに戻ってきまして、中央区が半分ぐらい。今供給されてるっていう,うなことにはびっくりしましたね。デベロッパーの担当者も驚く変化。なぜ値段は高くなり、供給は減り、そして集中するのでしょうか。 東日本大震災の復興、また東京オリンピック・パラリンピックの準備の影響で,です、ね、あの建築コストっていうのがぐっと高騰してま,すまずその賃金の部分で上がっている職人さんを集めなきゃいけないと、集めるためには賃金を多く取んなきゃいけない。民間のマンション事業っていう形になりますと、後回しということではないんでしょうけども。 まあ、そういうことが重なり合うと建築費ってどうしても上がってくると人手不足から人件費が上がり販売価格にも影響個数も増やせませまん価格が高ければデベロッパーは儲かるかというと高すぎると、まあ、買えないお客さんもやっぱりいらっしゃるのでやはりその、まあ、誰もが買えるというかまあ,あの 適度な価格で買えるものを作るというのがまあ一番まあ一番まあ生き、えー、長くできる <laughs>。必ずしも歓迎はできないのです。そして中央区に集中するのは地方都市ならではの理由も。首都圏などと違い札幌ではマンション価格に占める土地代は2、3割。 土地はそこまで高くなっていませんが、震災前より50%ほども上がったと言われる建築費の伸びが販売価格に直結するのです。郊外で出してもそんなに価格的には極端に下がったりしないんですよね。そういった場合にじゃあどちらが販売まあ、商品とした場合に。 求心力であったり、お客様の集客力であったり、どちらが売りやすいかというと。やっぱり求心力のある人気エリアの方が。まあ、売りやすいっていうところで、やっぱ集中しちゃってるんですよね。郊外で建てると、割安感に乏しく。ならばと、中心に集まるのです。札幌都心部で、マンションが増え出した天気の一つが。大京のタワーマンションでした。そして。 本州から進出してきた企業が、もう一つの転換点を生んだのです。